今回は泥のように眠れる快眠グッズをご紹介していきます。一つ目はニトリのホテルスタイルの枕。このコスパでありえないぐらいふっかふかの枕にユーツキーのトゥルットゥルで肌触りがいいシルクの枕カバーを組み合わせて使えば最高の枕の完成。髪にも肌にも優しくて朝まで快適に寝られる。三つ目はニトリの重い毛布。過去に紹介してバズったんだけど、この毛布は 5.5 キロの重さがあるから程よい重みがまるで抱きしめられてるような感覚で寝られる。次はクナイプのハンドクリーム。寝る直前に少しだけ手に塗っておけば保湿もできる上に気絶したんかってぐらい秒速かつスムーズに寝つける。今回は新居の収納ツアーをお見せしていきます。鍋とかフライパンって収納しにくいですよね。そんな人はニトリの収納ラックと無印のファイルボックス使ってみて。おいおい、キッチン狭くて皿が置けねえって人は 3COINS の水切りラックが便利。続きまして洗面台。リファのドライヤーマジで収納しにくいんですけど、使ってる人いる？歯ブラシとか歯磨き粉はセリアのフィルムフックで浮かせるのがいいよ。続きましてお風呂の収納。マジでシャンプー系の収納いろいろ試したんだけど、結局タワーが一番良かった。これの良さは今度もっと熱く語らせてほしい。洗面台のゴミ箱にはニトリのやつ使ってて、洗濯機の横の隙間は今回も隙間ラックを活用しました。今回は思わず叫んだニトリの名品をご紹介します。一つ目は毎日取り替えキッチンスポンジ。使い捨ての分普通のスポンジよりも薄いんだけど泡立ちがいいし、食器を洗った後にシンクやガスコンロを掃除してそのまま捨てられる。衛生面バッチリ。二つ目は畳める保存容器。この容器実は畳めるんです。基本使わなくて場所だけ取ってたんだけど、こんなにスッキリするし電子レンジにはもちろん対応。三つ目は水抜きサンダル。このサンダル穴が開いていて水がたまらない設計になってるから、雨が降った次の日のベランダとかお風呂掃除に大活躍する。四つ目は珪藻土入りバスマット。長年争われてるけど、布タイプのバスマットと珪藻土のバスマット、皆さんはどっちを使ってますか？コメント欄で教えて。僕は珪藻土。今日は僕がウォーって叫んでしまったニトリの名品をご紹介します。一つ目はスライドアーム8円ハンガー。ハンガーイコールバラバラっていう概念を覆してくれたアイテムで、干すときは T シャツの首が伸びないし、取り込むときはワンタッチで取り込めるから買うしかないでしょ。次は貼り付く洗面台スポンジ。誰もが悩んでる洗面台スポンジ置き場問題を299円で解決できる。タワーでこれ買おうと思ってる人、ちょっと待って。ほぼ一緒なら安い方がいいし、マグネット強いから多分落ちないと思う。最後は重い毛布。アメリカで行われた研究では、2ヶ月以上不眠症だった人たちが重い毛布を使うことで不眠症が改善されたんだって。